共演は、プラトンの中期対話編の一つ。副題は、エロオースについて、パレロンの位置図の中央下、ダイバーの墓のフレスコ画に描かれた春シ子音。共演、アンゼルム・フォイエル・バッハの描画広大和社、階層部話者期源前400年頃のアテナイ。アポロドロスは友人に、起源前416年にあった共演の話を、教えてほしいとせがまれる。 アポロドロスは、ついこの名も、別の知人からその話をせがまれたことを明かしつつ、その共演は自分たちが、子供の頃のかなり昔の話であり、自分も、直接そこにいたわけではないが、そこに居合わせた、キュダテナイオンクのアリストデモスというソクラテスの友人、敬愛者から、詳しい話を聞いて知っていること。また、その知人にパレロンの自宅から、アテナイ市内までの道を歩きがてら、 語って聞かせたので、話す準備はできていることを述べつつ、アリストデモスが述べたままに、回想が語られる。紀元前416年、アテナイの悲劇詩人アガトンが、悲劇のコンクールで、初優勝した翌日、アガトンの邸宅での祝賀共演に招かれている、ソクラテスが、身なりを整えているところに、アリストデモスは出くわし、一緒についていくことになった。アガトンの邸宅に着くと、 すでに友人たちが集っており、ちょうど食事をするところだった。食事を終え、エリュクシマコスが今夜は演説で時を過ごそうと提案、論題をエロオスに設定し、順々に演説を行っていくことになる。翌朝、ソクラテスが帰るまでが描かれる。対話編は大きく3つの部分に分かれる。エロオス賛美の演説エリュクシマコスの提案で、愛の神。 エロースを賛美する演説を行うこととなる。パイドロス、他の数人、パウサニアス、エリュクシマコス、アリストパネス、アガトンが順に演説を行う。ソクラテスの演説ソクラテスは、自分の説ではなく、マンティネア出身の夫人、ディオティマに聞いた説として、愛の教説を語る。愛とは欠乏と浮遊から生まれ、その両方の性質を備えている。ゆえに、 不死のものではないが、心的な性質を備え、不死を欲求する。すなわち愛は、自身の存在を永遠なものにしようとする欲求である。これは自らに似たものに自らを刻印し、再生産することによって行われる。このような生産的な性質を持つ愛にはいくつかの段階があり、生物的な再生産から、他者への教育による再生産へと向かう。 愛は間に良いものである地に向かうものであるから愛知者である。愛が求めるべき最も美しいものは永遠なる美のイデアであり、美のイデアを求めることが最も優れている。美の大会に出たものは、イデアを見、脅威に満たされる。これを求めることこそが最も高次の愛である。アルキビアデスの乱入ソクラテスの信奉者である若いアルキビアデスが登場する。アルキビアデスは、 すでに酔っており、ソクラテスが自分をいかに愛さなかったか、自分がソクラテスを愛者にしようとして、いかに拒まれたか、また戦場で、ソクラテスの態度がいかに立派なものであったかを語る。これは、今まで、抽象的に展開されてきた愛を体現した人として、プラトンが、死の肖像を描こうとした部分と言える。アルキビアデスの乱入の後共演は混乱し、 夜通し騒いだ後皆が宴席で寝静まったところに、ソクラテスは、えいみだれることもなく、体育場へ出ていく。紀元前400年頃の当てない。アポロドロスは友人に、かつてアガトン、ソクラテス、アルキビアデス等が共演で、エロースについての演説を行った話を聞きたいと、せがまれる。アポロドロスは、ついこの間も、知人に頼まれて話をしたばかりなので、 準備はできていること。また、この話は自分たちがまだ子供の頃の話で、そこに居合わせた、ソクラテスの友人、アリストデモスから聞かされた話だと前置きしつつ、話を始める。紀元前416年のアテナイ。悲劇詩人アガトンが、悲劇のコンクールで、初優勝した翌日、アリストデモスは、目浴を終えて靴を履いたソクラテスに出会う。 アガトンの自宅での共演に呼ばれているのだという。そして、アリストデモスも一緒についていくことになった。アガトンの自宅に着くと、すでに友人たちが集っており、球児たちが慌ただしく食事の用意をしていた。アガトンが、アリストデモスに、ソクラテスはどうしたのか尋ねると、アリストデモスは、先ほどまで一緒だったのにと不思議ばる。球児が外に見に行くと、 隣の家の玄関前で立ったまま考え込んでいるという。アリストデモスはいつものことだから放っておけばいいという。皆が食事を始め、半ば済んだ頃に、ようやくソクラテスがやってきた。皆が食後に酒を飲み始めると、パウサニアスが昨日お酒を飲みすぎたので多少の休養が欲しい。どうしたら気楽に酒が飲めるかと問う。アリストパネスも賛同する。 エリュクシマコスがアガトンにとうとアガトンも賛同した。エリュクシマコスは主語のアガトンがそう言うなら好都合だし、移術的にも名定は有害なので、今日は演説をご馳走に時を過ごすことを提案。一同賛成する。エリュクシマコスはパイドロスからよく聞かされる愛の神エロースが詩人たちから無視。 阻害されすぎているという意見を引き合いに出し、エロース賛尾の演説を右回りで一人ずつ、言っていこうと提案。一同、賛成する。最初の演説は、パイドロスが引き受けた。パイドロスは、といった胸の演説を行う。次に、他の2から3人が順々に演説を行ったが、アリストデモスは忘れてしまった。次に、パウサニアスが演説した。パウサニアスは、 といった胸の、プロディコスので子らしく言葉、概念の区別にこだわった演説を披露する。次は、アリストパネスの番だったが、しゃっくりが止まらず、代わりに、エリュクシマコスが先に演説を行う。エリュクシマコスは、という趣旨の医者らしい演説を行う。続いて、アリストパネスが、という趣旨の喜劇詩人らしい演説を行う。続いて、アガトンが、という趣旨の演説を行い。 聴衆の喝采を受ける最後の演説者であるソクラテスは、これまでの賛美演説が、対象の真実などお構いなしに考えつく限りの、美しい極を付与して、自分たちを賛美する者に見せかけているだけだと皮肉を言い、そうした賛美演説はしたくないしできないと言い出す。そして自己流の真実を語る演説を行うことと、演説の前に、いくつか、 アガトンに質問する許可を得る。ソクラテスは、アガトンと以下のような合意を伴う問答を行う。続いてソクラテスは、かつてマンティネアのディオティマという女性に聞いた話という、体裁で、当時のソクラテスとディオティマの問答を再現した演説を始める。主な内容は、以下の通り。以上の演説を聞いて、一同は称賛した。するとそこに、 アガトンを祝うために酔っ払ったアルキビアデスが、従者たちと共に遅れてやってきた。アルキビアデスは皆に迎えられ、アガトンに祝いのリボンを巻く。その後振り返って、ソクラテスを見つけ驚いて叫ぶ。アルキビアデスはソクラテスにもリボンを巻き、皆に酒を進める。エリュクシマコスがアルキビアデスに、 今夜の経緯を伝え、エロース賛美の演説をするよう促すが、アルキビアデスは代わりに、ソクラテス賛美の演説をすると言い出す。アルキビアデスは、表面的な予想意と異なりソクラテスの自制心と勇敢さが、いかに甚だしいものであるかを、自分が、どんなに誘惑しても落とせなかったことや、ポティダイアンの戦いでの活躍を例に出し、賞賛する演説を行う。 演説を終えてアルキビアデスとソクラテスとアガトンが雑談をしていると大勢の酔っ払い客がやってきて家中を騒ぎとなり解散となった。翌朝アリストデモスが目を覚ますとソクラテスとアガトンとアリストパネスの3人がまだ起きていて大敗を回して飲みながら議論をしていた。喜劇と悲劇を同一人物が作ることは可能か、真に芸術的な悲劇詩人は同時に 喜劇詩人でもあるかについての議論で、ソクラテスは皇帝、アガトンとアリストパネスは否定の立場だった。しかし、ソクラテスの議論の容認を余儀なくされる段階になって、アリストパネスとアガトンは眠りに落ちてしまった。ソクラテスは二人を寝つかせてから立ち去ったので、アリストデモスがついていくと、ソクラテスはいつも道ケ流オンへ行き、目浴してからついたちそこで過ごし、 夕方になってから家路に着いた。エロースに関する演説では、ソクラテスの同時大臣の文体と思想が様々に模倣されている。特に有名なものはアリストパネスの下りである。人間はもともと背中合わせの一体であったが、神によって二体に切り離された。 このため人間は互いに失われた半身を求め、男らしい男は男を求め、女らしい女は女を求め、多くの中途半端な人間は互いに異性を求めるのだ、というもの。この部分は、テクストの文脈を離れて、しばしば参照される有名な部分である。配偶者のことを、ワンズベターハーフ、ワンズアザーハーフというのは、この説話に由来する。 ソクラテスが言及するディオティマは恋のことでもその他のことでも何にでも通じる知者とされる。ヘルダーリンのヒペーリオンに登場するディオティマの造形はこれに多く寄っている。ディオティマは紀元前430年頃にはアテナイにいた実在の人物のように書かれているが一般にプラトンの創作の人物であると考えられている。ただし、 フェミニズム哲学では、ディオティマの実在性を主張し、女性哲学者としての地位を与えようとする試みがある。ありがとうございます。